津島市立南小学校は愛知県津島市にある公立小学校。1872年に設立された技校にルーツを持ち、津島市で最も歴史の古い小学校である。2017年度の児童数は458人。延命寺と雲井寺に技校が設置された1872年4月を開校年としている。延命寺には 第11技校の基礎な吉学校が設置され、雲井寺には第14技校の春道学校が設置された。1876年に2つの技校が統合されて津島学校となり、1887年には尋常小学津島学校となった。1892年には津島尋常小学校となり、1912年には津島第一尋常小学校と、 1915年には、津島第一尋常高等小学校となった。この間の1880年には、西福寺に、海東軍会、西郡里共立統制学校が設置されている。1887年には、統制学校が、海東軍会西軍立津島高等小学校となった。第二高等小学校は、蟹江町に、第三高等小学校は、 地目寺町に設置されている。1898年には、津島高等小学校から津島女子高等小学校が独立した。1893年には、海東群39が、町村組合立高等小学校となった。小説家の坪内俊夫は、名古屋市生まれだが本校出身であり、愛知中学校から、早稲田大学に進学した。 1925年から1936年には工場定義が校長を務めた。このように本校は複雑な経緯をたどり、1872年から11度も校名の変更を行っているが、1948年には現在の津島市立南小学校に解消して落ち着いた。ありがとうございます。